ゆっくりの、怖ーい話。旦那に内緒で1200万円 FX で溶かした話。今まで投資で死んでいった人たちの書き込みをまとめてきましたが、今回は一人の話になります。FX で金を溶かしてからの離婚話になった人です。USDJPY、ジンドル円15,992、雑談金庫的の IP なし。ここは為替に関して語り合うスレのようです。ここに一人の主婦が相談に訪れました。昨日で家の貯金全部溶かした。いきなりですね。最初は100万だけ入れて勝負してたけど、今回のドル円の下落に耐えられずどんどん入金して気づけば貯金1100万全部入れて、もうこれは底なしだと切ったところがそこだった。それでもまだ貯金は半分以上残ってたからそこでやめればよかったんだけど、やめれなかった。そこで切ったという事実が悔しすぎて、熱くなって、気持ちがずっと落ち着かなくて、そこから乱高下する相場に挑んでパニック売買の損切りラッシュ、昨夜ついに全部溶かした、途中で海外口座を開設して資金移動して入れば出会ったから、今1226円しかない、取り返したいのに資金は減る一方だからどんどんレバ上げた、ものすごい勢いでお金なくなった。最初はどうしようどうしようって動機当ての震えがすごかったけど、だんだん自分にとって都合のいい夢を見るような気持ちになってきて自分がしてることが現実だと思えなくなってた。一晩経ってやっと何かしようと思えるようになった。後悔と懺悔と大真面目にタイムマシンで過去に戻りたいと思う気持ちでいっぱいだけど、来週から仕事探してやれるとこまでやってみようと思ってる。お金が減ることに耐えられないメンタルだったと今なら気づけるけど遅かった。じゃあ、今から旦那に話してくるよ。全てを書いてスッキリしたんでしょうかね。旦那さんにドッキリサプライズしに行くそうです。長い、コキペじゃないの、コキペオツ。今私が書いた実体験だよ。コキペと思われていますね。どこのお店で働くか教えてください。深夜のコンビニと昼間の工場を狙ってますが、38歳のババアに風俗の需要があれば行きたいです。まあ、熟女系のところだったらあるんじゃないかな。旦那と離婚したら俺と結婚しない？わい、君の同期だよ。離婚されたらよろしく、そうなったらもう何でもいいわ。新しい資金源が手に入りましたね。旦那が稼いだ金を何だと思ってるんだ。お金という感覚がなくなってただの数字でしかなかったとしか言えないけど、今は申し訳ないと思ってる。思っててもどうしようもないけどね。コキペじゃないみたいだな、旦那の仕事は。普通のサラリーマン、給料は平均のちょっとしたあたり、2馬力時代に頑張って貯めた貯金だった。2馬力ってなんだろうって思ったら共働きのことだったんですね。知らなかったです。俺も貯金とかして借金もとかしたね。まあ今更後悔してないわ。今は気が動転してると思うが、時間が経てば冷静になれるよ。それはすごいね。私も自分のお金ならまだ良かったかもしれないな。冷静にまた貯金したいから、そのチャンスをもらえればいいんだけど。そうか、風俗はやめた方がいいよ。そのくらいの負けはみんな経験してるからこれでやめるのはもったいない。少額で続けな。いずれ負けた額の10倍稼げるようになるよ。ありがとう。こうなってから初めて希望の言葉を見た気がする。真っ黒だった気持ちが少し楽になった。頑張るよ。私には地獄への誘いにしか見えませんが。じゃあ、旦那に話してきます。ここを決意表明に使ってごめんなさい。救われました。ありがとう。ハッピーエンドだといいですね。さっきオゾン報告した38歳主婦です。旦那怒って出てってしまいました。無理かもしれません。1時間経たずにバッドエンドの報告が来ました。すぐ反応する住人たち、自業自得と言われていますね。自業自得だと思ってます。ずっと無言で聞いててくれたのですが、頑張って働いて返そうと思ってるって言った途端激高して、それっきりまともに話はできず、簡単にまとめた荷物掴んで車でどこかへ行ってしまいました。連絡があるのをひたすら待とうと思います。旦那が冷静になったら話せばいいさ。それでもダメなら奥さんの中身を愛していない旦那だと開き直るしかないな。旦那に他の女の当てありそう。あるなら多分 FX を理由に離婚しめしめとか思ってるかも。たまにいる。不倫していてパートナーと離婚したいが妥当な理由がない。そこへパートナーも実は不倫していたネタをつかみ離婚しめしめ。それが FX で金を使い込んだも離婚理由として妥当だから、旦那に他の女の当てあるなら離婚かもな。話した感触で離婚は避けられないと思ってます。先週今週と様子がおかしかったのは分かっていたがこんなことになっているとは思わなかったと言われました。何かあったかと聞いても大丈夫だと言ったじゃないかと。反省してますし後悔もしてますが、自分が悪いと思ってます。このまま下される判断を受け入れようと思います。まあ行きそうなところ聞きまくってみるか。ちょっと待って電話するしかないわな。気づいたわかるか。まずは旦那の家出について聞いてみろ。ここは家出側ばっかだからな。わかります。ここではもうすれ違いですね。そちらに移動します。ありがとう。投資じゃなく離婚話になりましたしね。全部レス読みました。厳しい言葉も優しい言葉もありがとうございました。貯金を返せるまでは FX はやりません。今の状況を受け入れて、旦那に償っていきたいと思います。ここから先はすれ違いになると思うので別な場所に行きます。気にかけてもらえて嬉しかったです。いずれまた FX やるつもりなんですか。タフですね。住人たちはエールを送ります。いや、ダメだ。博打で負けた金は博打で返せ。勝つまでやれ。要は勝てる技術を身につけたらいいんだよ。
空賊で一気に稼いでやり直せ。旦那出て行ったって家から出たんだろ。コロナリスクあるんだから速攻戻れって連絡して代わりにあんたが家出てやれよ。言葉だけじゃ信用されないぞ。続けたいなら頑張れよ。気づいた進めたが、どこのすれがいいのかわからんな。すまん。今この時を FX で返そうと思わないなら、もう FX とは手を切った方がいいよ。少ない資金で稼げる可能性があるのが FX だから、貯金貯めて大金で時間かけてやるものじゃないからね。大負けした時って賢者モードになった本当に大事なものに気づけたりするから、もし家庭が大事で、旦那さんがまだ一緒にいてくれる選択するなら、事故にあったとでも思って、しばらくは辛いだろうけども、また家庭を大事に幸せに生きてくださいな。おう、また来週に入金して頑張ろうな。このスレの住人のエールは当然こんな感じですね。では舞台を騎乗板に移しましょう。ここは離婚相談スレのようです。市長にから誘導されてきました。先ほどのスレに書いた説明も貼ります。話し合いの結果、旦那は激高して出て行き連絡がつきません。離婚したくはないですが、離婚しかないでしょうか。お金はこれから働いて返そうと思ってます。お金返してからやり直す以外ないと思うよ。旦那次第だろうね。専業主婦で貯金使い果たしたなら離婚以外難しそう。風俗でも何でもしてとにかく一日も早く全額返すことでは、離婚でいいじゃない。なんで結婚してる必要があるの。あなたと結婚してるメリット相手にある。とまあいろいろ書き込まれますが、当の本人の書き込みがなかなか来ません。そいつ釣りだよ。ちら裏でも同じこと書いてて、離婚すると指定車両はいくらもらえるのでしょうか、なんて言ってる。伝説の92かな。あれ別人が言ってたと思う。どうやらちら裏スレでも書き込んでなんかあったようですね。ちら裏から帰ってきました。なんとか許してもらう方法はありませんか。本当に働いてお金返すつもりはあります。全額旦那に渡します。足りなければ掛け持ちもします。本当に、やらない人にはわからないかもしれないけど冷静じゃなかったと今ならわかります。高い高い塔から落ちそうになりながらもがく瞬間に冷静ではいられないように、なんとかしなきゃって正しい思考が持てませんでした。あっか失礼ますか。離婚してもお金は戻ってこないけど、一緒にいたくないと思う。悔しい悔しい悔しい。お金も旦那もなくすの嫌だ。なんでこんなことになったんだろう。今年頭まで普通に幸せだったのに諦めきれないよ。頑張って働いても認めてもらえないの。風俗以外で高級な職ってないの。誰か知恵を貸してお願い。2000万なんて普通に働いたら何年かかんだよ。風俗だって何年かやらなきゃ返せないでしょ。それを何も考えないでとかしたことをしっかり自覚しなよ。自覚してるわよ。してるから働いて返そうと思ってるわ。それでも時間かかるのはしょうがないじゃない。他にどうしようもないんだから。だいぶ余裕がなくなってきましたね。もうちょっと鎌臭さを隠そうぜ。釣りだのなんだのって思うなら放置してればいいでしょ。構ってくんな。今それどころじゃないの。自覚してたら給料高いところとか頑張るとか離婚したくないとか言えないでしょうよ。汗水垂らして何かのために働いてきた人からしたらバカにしてんのかとしか思えないわ。感覚が狂ってる気がするよ。コンビニやレジ打ちパートじゃ返せないって言われたからよ。最初は深夜のコンビニと昼間の工場掛け持ちしようとしてたわ。じゃあ、他に給料高いのって何かあるのか聞いてるだけよ。何にもバカになんてしてない。他には何でも頑張るから、離婚だけはしたくないって言ってるだけ。旦那を受け取り人にした生命保険でも入れば。もう入ってる。500万とかだったと思うけど、旦那が解約してなければまだ契約残ってるはずよ。生命保険で500万と聞くと安く感じますね。完全出来高制、フリーの営業、契約1件につき数十万から100万近くの報酬、っていうの、あるにはあるよ。あなたにできるとは思えないけど、頑張っても取り戻せないことをしてしまったんだよ。何その求人、教えてほしい。言えないなら、引っかかりそうなワードだけでもお願いできないかな。取り返せないかもしれないけど、そういうことをした自覚はあるけど、みんなそんなに間違いを犯さない人生を歩いてるの。何にも間違わず生きてるの。取り返すチャンスももらえないの。今まで真面目に生きてきたし、これからも真面目に生きるから、離婚だけはしたくないっていうのはわがままなの。何にもなくなっちゃうよ。失敗の大きさにもよるんじゃないかな。今回はちょっと額が多かったよね。フリーだから、募集なんてかかってないよ。自分で企業相手に交渉するの。つてとか紹介とか必要になってくるから、そういう人たちと交流を持たないと話も入ってこないよ。うちの旦那も投資やらで数千万とかしてるから、あなたの旦那さんが怒るのがわかる。どう頑張っても離婚になると思う。あなたの旦那さんは、たとえお金を持ってきても許さないと思う。そうなのか、つてなんてないや。教えてくれてありがとう。でも、あなたは旦那を許したから今も夫婦なんじゃないの。そういう風にはなれないの。本当に離婚は嫌なんだ。お金じゃないなら、何で解決したらいいの。私も投資好きでやってるから、私とあなたの旦那さんとは、投資に対する考え方が違うんだと思う。旦那さん、投資に対して否定的だよね。あなたの言う通り否定的。最初の100万は、やるって言って始めたけどいい顔はしなかった。その後の追加入金は黙ってやった。止められると思ったし、落ち着いて取り返せたら戻せばいいと思ってた。そいつは旦那さんぶち切れるわ。出馬かけずに100万でやめとけばね。怒られただろうけど、それで終わったのに。それは、本当に言わないで、あのまま駆られて終わっとけばよかったなんて、一番後悔してるとこだから、100万なくなっちゃう。ってパニックして、1200万なくしたんだよな。バカすぎて、受け入れたくないわ。
それだけのことをしたって自覚全然ないよね。働いたことあるの？何千万とか簡単にポンと返せる額だと思ってるの？そもそもあなたが失ったのはお金だけじゃなくて信用だよ。信用こそ目に見えないからお金と違って簡単に取り戻せるものじゃないよ。いくらこれから真面目に生きるって言われたってあんなことされて旦那さんはどう信じればいいの？2馬力で働いて作った貯金だから、働く気持ちも苦労も知ってるし半分は私のお金でもあるよ。ただ、こんな風に勝手に使ってなくしたことは申し訳ないし悪かったって自覚してるよ。だから働いて返そうと思うし、逆に他にできることもないし、旦那がどう信じるかはわからないけど、働いたお金も全部入れてカード類も全部渡して、逆にあと何すれば信用してもらえるの？それが知りたいの。ここでどうあめいても旦那が離婚したいなら無理でしょ。お金稼げば旦那が戻ってくるわけでもないと思うし、もし本当に誠意があるなら、旦那の希望通り離婚してお金稼いで返して、再婚できるならすればいいじゃん。その旦那を何とかする方法を知りたいの。離婚したら終わるってことは、バカな私でもさすがにわかってる。再婚なんてあるわけない。旦那を何とかするだと、ダメだこいつ、早く何とかしないと。どう信用してもらえるかは人によるんだから旦那に聞きなよ。その旦那が出てったきり連絡つかないから助けてほしいんだって。もうどうしていいかわかんないよ。私にかかってる生命保険じゃ足りないけどそれで許してくれるならそうしたいよ。答えのない問題を聞き続けるのはどうかと思います。旦那が同じことしたら許せます？私は許せる。お金はまた稼げばいいと思ってしまう。間違ってるのかもしれんけど、やらかした側が何言っても虚しいですね。専業かと思ったら共働きだったんだ。まだ続けるなら相談用テンプレ書いてくれるかな。ごめん、テンプレあるの知らなかった。今更ですが詳細が書かれました。子供はいないようですね。いやだからみんな言ってるようにお金は返しつつ離婚一択。あなたといたらまたいつ貯金が解けるかわからないからね。いくらもうやらないって言っても信用してもらえるわけないから、それだけのことしてるから。でもカードも通帳もお金も全部旦那に渡せばできない証明になるじゃない。それじゃダメなの。信用どころか物理的にできないんだから。旦那が好きなのに旦那が嫌がるようなことをなんでしたのよ。こんなに怒ると思わなかったのよ。いや怒るだろ。1200万だぞ。最低限600万を返してからじゃないの。再構築するのは。なんで返しながらじゃダメなの。相手の気持ちが収まらないから。あ、なんかちょっと理解した。え、今更ですか。ちょっと今から親に電話してお金借りれないか聞いてみる。旦那が戻ってきた時に少しでもお金用意しておきたい。旦那の嫌がることしてるとかそんなつもりなかったけどそうだったかもしれない。親には話した方がいいと思う。親もびっくりだと思うけど、俺ため3000でやってるけど 2.5 割とかしたことが可愛く思えてきた。普段から地味でセコいアパートに住んでペコペコして生きてきてるからな。配偶者、何それ。750万とかしてんのか。結構負けてますね。ここで電話が終わったようです。今電話切った？涙が止まらない。1200万全額貸すからそれ全部旦那に渡して離婚しろって。私のため多分は慰謝料として渡せって。それだけのことをしたんだと言われた。無事解決ですね。住人たちもそうするのがいいと言っています。泣けて泣けてしょうがない。おかしくなってた頭の回路が繋がったような、突然いろんなことが理解できるようになったような感覚が起きてて、感情が溢れてこらえきれない。私が間違ってたと思う。言われた通り絶対やっちゃダメなことだった。相手を傷つけ悲しませることだった。なんでそんなことわからなくなってたんだろう。この3週間頭の中がお金とチャートでいっぱいだった。ずっとずっとどうしようって思ってた。苦しかったのは自分だと本気で思ってた。狂ってたわ。もう旦那のしたいようにしてもらって、私は頑張ってお金返すよ。38のババアだけどパートやバイトならまだありそうだったから、なんとか10年以内には親に返しきれるよう頑張る。まだ返せる金額だよね。実家に帰ってきてもいいって言ってくれたから、離婚したいって言われたら帰ることにするよ。少しでも高級の職を探して自立すべく頑張りなさい。まともな親のおかげで最低のクズにならずに済んだと思って感謝すること。全然返せる金額だよ。頑張って、尻拭いもして、娘だからやっぱり助けてくれて、よかったね。ありがとう、頑張るよ。406お前一人で突っ走りすぎ。旦那が今どう考えてるかとかわからにゃん。1200万渡して離婚してください。すんませんでしたまではマストやけど、旦那さんがどう考えてるのかわからん以上、ちょっと待て。わかってる。ほんと申し訳ないことしたよ。ギャンブル依存と同じなので、二度とやらないことはないと思うよ。喉元を過ぎればまたやると思う。この2月半ばに初めてこれだったから、さすがにまたやろうとは思わないかな。懲りたというのももちろんだし、返済も始まるしそっち優先したいしね。そりゃそうでしょ今は。もう一層やからもらった金でもう一勝負いきましょうか。文句言ってる奴らはここ相談すれだって忘れてるだろ。乗る気がないなら出てけよ。すれ違いだ。ごめん、私が荒らしたからだね。出ていきます。レスくれた人ありがとう。ひどいこと言っちゃった人ごめんなさい。何も解決はしてないけど、おかげで冷静に旦那の話を聞けそうです。もう FX はやりません。話を聞いてくれてありがとうございました。どうやらこれで終了のようです。しかしその後もこの人の話題でスレは進み、別スレの書き込みが貼られました。
昨日 FX で1200万とかした38歳です。離婚することになりました。離婚局面スレではめちゃくちゃ叩かれてるので、ここで言い捨てて消えます。別に信じなくてもいいです。ただ、中に数人気にかけてくれてた人がいたから報告だけしに来ました。旦那はお金の用意があることに驚いていましたが、なんとか受け取ってくれそうです。慰謝料の追加はありませんでした。離婚が決まって捨てるものがなくなったので水商売や風俗も視野に入れて働くことにします。親切に助言してくれた方には本当に感謝してますが、私に綺麗事言って説教した奴らはいつか予想外の事態が起きて失敗して誰にも許されず、味方されず人生こければいいと思います。お邪魔しました。URL もスレタイもなしに貼り付けてバカなのかな。横だけどチラシの裏、ここと平行で昨日来てた。先ほどもちょっと出てきたチラシの裏スレのようです。最後の捨て台詞がひどいな。投資した100万だけ溶けた時点でやめておけばよかったのに、それか全額溶かすまで、何度かやめられるタイミングもあった。やめなかったのは本人なのにな。せめて感謝してるなら、ここかその後スレに書いて欲しかった。結構相手したのに違うスレで書き逃げとか残念だわ。結構真面目に相手してた人も何人かいたよな。なんせ叩いてる奴が多すぎたけど。などと住人たちが書き込んでいると。チラ裏に書き込んだのは私じゃないです。少しだけ報告に来たら偽物がいて驚いてます。でも本人だと証明する方法はないので、信じてもらえなくても仕方ないと思ってます。今日電話ですが旦那と連絡がついて、時間が欲しいと言われました。明日から旦那は実家から仕事に行くそうです。私が実家に帰ると言ったのですが、一度全てから離れたいと言われました。親からお金を借りた話と謝罪はしましたが、そうと一言だけ言われました。私はとにかく仕事を探そうとピックアップしておいたコンビニと工場以外に、スナックやクラブで38歳でも募集しているところをいくつか見つけました。風俗も探したのですが、田舎ゆえ年齢をクリアできるところがありませんでした。デッドボールはホームページを見ましたが遠すぎて無理です。あまり進展がなくてごめんなさい。シンドルから来ました。トリップないからよくわからんが、本人さんだったら頑張れよ。投資一般から来ました。応援します。投資関連のスレから応援がありますね。ありがとうございます。頑張ります。市長にではめちゃくちゃ優しくしてもらって嬉しかったです。あとは自分でやったことの責任を取りたいと思ってます。こうして彼女は消えていきました。その後どうなったかはわかりませんが、FX で人生が大きく変わってしまったのは間違いないでしょう。おまけ。途中で出てきたチラシの裏スレに関して、チラシの裏にでも書くようなどうでもいいことを書くスレ、通称チラ裏スレ。相談者は投資関連のスレから離婚相談スレに移るとき、同時にチラ裏スレにも相談しました。その部分をちょっと見ていきましょう。市長にから誘導されて離婚に直面スレで書き越したけど、誰もいないのかな、どうしたらいいのか、他に書いたらマルチだよね。離婚相談スレですぐ反応がなくここに来たようです。ここに書いたら、離婚しろ、って終わるからやめた方がいいよ。なんで市長で離婚の話してるんだよ。そこだけ切り取ると確かに意味不明ですね。市長にで離婚クソワロタ。11です。釣りじゃないです。FX で家のお金とかして離婚されそうです。大バカすぎて汎用に同情。簡単よ。取り戻して倍に増やせばいいのよ。まとめサイトで時々見かける話だわね。チラシでも聞けるなんて嬉しい。私も今回チラ裏スレを初めて覗きましたが流れが非常に早いです。2、3時間で1スレが消化するような感じです。VIP では祭りの時にそんな感じになりますがここではそのくらいが普通なのかな。違うと思います。何がだよ。おいくらの損失なの？トータル1200万です。黙って離婚しなよ、それ以外ないよ。離婚して働いて少しずつでいいからジジイにお金返してやって、はい終了。離婚したくないです。などとやり取りしていました。ちなみに、ここの相談者の名前ですが、ちょっとわかりにくいけど、84がレス番号で、11がこのスレで最初に書き込んだ時のレス番号、そして日付、となっています。そしてこのスレでは ID がありません。そこを踏まえてこの先を見てください。だから離婚しろってさっきから言ってるだろうが、マジバカ。したくねえから相談してんだよ、バカはお前だ。あんたなら怒らないの、てか親お金あんの。ちなみに親は病院の院長なのですが、お金に厳しくて貸してくれそうにありません。どうしたら貸してもらえるでしょうか。などと途中で切れたりしながら相談しています。すでに存在している曲を一度聴いて弾ける、この才能が活かせる職業ってある、クラシックのピアニストになろうと思ったら単に弾けるってだけじゃなれないよね。当然ですがこのスレには他にもいろんな話があり、相談もあります。スタジオミュージシャンなら必須、需要あるわよ。いや、自分が離婚危機なのに何してんねん。名前欄はロタ、釣り確定。自分がヤバい状況でも相談に乗っちゃう人かもしれませんよ。釣りと判断はまだ早い。だってもう亡くなっちゃったんだからしょうがないじゃん。なんとかしようって思ったからこんなことになったんじゃん。謝る以外できることないよ。働いて返すって言ってるじゃん。他にどうすればいいのよ。これが直後のレスです。ごまかしてるのかな。100万くらいの時にヤバいと思って相談しておかなかったの。あれ、自分に暗化し始めたよ。名前やっちまってるぞ。名前、失敗。もう無理っすね。しなかった、かられるって思ったらパニックで慌てて貯金を FX 口座に入金してた。
おい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 、一人で話進め始めたよこの人。もう諦めようぜ。十一さん、自分のネタだけに集中しなよ。いろいろ雑でひどい。もう失敗してるよ。住人たちにもバレています。それ誰の貯金なの？子供は。それ私じゃない。もっと釣られてよ。多分一番下のはなりすましだと思います。そしてこれ以降さらにしっちゃかめっちゃかになっていきます。なりすましいくない。今働いてないの。そいつはやばいわ。人が真剣に相談してるのになりすますとか最低。今夜はマグロの漬け丼にするからそろそろマグロ切ってつけてくるわね。1200万とかしたババはいなかったのね。よかった。今日ずっとお腹空かなかったの。やっとお腹空いてきたわ。うんこちんちん。アパートの時間だわ。いいよいいよ聞くよ。何年かけて溶かしちゃったの。2秒。見事なカオスを作りましたね。しかし当の本人は、ちら裏から帰ってきました。みたいな感じであっちは捨てて離婚すれに戻り、ほぼ釣りバレしたであろうことも無視して続きを始めましたとさ。めでたしめでたし。いかがでしたか？多分釣りですけど、ID がないので絶対釣りとは言い切れません。最初に11をつけて質問したのもなりすましの可能性を否定しきれませんからね。まあ、でも投資関連で失敗した時に、信頼してもらうには最初にトレード画面をうつして、本当にマイナスになったことを証明するのが手っ取り早いんですよね。一番最初のスレでは画面うつしろという声もありましたが完全に無視してました。まあ、あれだよね。釣りをするならクオリティを高めましょう。感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。